なるほど、そうですよね。で、秀樹さんが、まあ、あまり器用な人っていないんじゃないですかって話をしてますね。僕もまあ、ぼちぼちとって話をしてますかね。普通ですよっていうふうに言ってますかね。で、キシンさんが、あまり音楽の話ばかりで、ちょっと難しくなったって話をしてますかね。写真の話をしようかって話をしてますかね。僕が最初にゴロを撮ったのは、明星の表紙で、その時、スタジオでゴロがカセットを耳に当てて、青いリンゴを歌ってくれたんだよねっていうふうに言ってますね。覚えてるって聞いてますね。で、ゴロさんが、もちろん覚えてますよって言ってますね。もう絶対忘れないですよっていうふうに言ってますね。すごく恥ずかしかったって話をしてますかね。新人だから知らない人が大勢いる前で大声でね、ものすごく緊張したしって話をしてますからね。なるほど。だから当時五郎さんが初めてキリンさんと会った時に、まあ新人の野口五郎ですって言った時に、まあ青いリンゴかな、それをこっち